おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。8月22日日曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは予想天気図を見ていきましょう。朝9時の天気図です。日本海にある前線やまた前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むことで広く雨が降ります。また沖縄には台風12号が接近してきます。では全国のお天気アイコンで確認していきましょう。広く雨が降ります。九州から東北の広エリアで雨が降ります。日差しが届くところもありそうですが雲が多く一時的な強まる雨や雷雨に注意が必要です。特に前線から近くなる九州の北部で大雨に警戒が必要となります。道路冠水や河川の増水、土砂災害の発生拡大に警戒をしてください。安全なところでお過ごしください。また蒸し暑くなりますので熱中症対策もしっかりと行ってください。北海道も次第に雨が降り出してくるところが広がってくる見込みです。沖縄は台風12号の接近に伴い先島諸島で雨や風が強まり荒れた天気となります。波も高くなりますので海岸付近には近づかないようにしてください。最新の情報を確認し安全なところでお過ごしください。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。